ただいまから第67回クイーン賞優勝騎手インタビューを行います。見事ダイアナブライト号で優勝、笹川翼騎手です。おめでとうございます。ありがとうございました。いや、大仕事と言っていい内容だと思いますが、今のお気持ちいかがですか？そうですね、一発狙っていたので、嬉しい気持ちが本当に今はすごいあります。今日レース初騎乗でしたけれども、ダイアナブライト号どういうイメージでレースに臨みましたか？そうですね、一通り前走のレースや、中央時代の地方競馬時代 の、 レースを見させていただいて、ある程度、この馬のイメージっていうのを働かせながら、ほぼ競馬は考えてた通りには乗れました。一発狙っていたとおっしゃってましたが、今日は内側にこだわる騎乗にも見えましたが、そのあたりどうでしたか？そうですね、強い馬が3と4と僕の中ではいるかなっていう戦前 の、 予想がありましたので、その馬たちを生かして、よく言えばその馬たちだけで競ってもらって、僕は虎視眈々と狙おうという騎乗を心がけていたので、本当にそれは今日はうまくはまった形になって、もちろん馬が頑張ってくれたのが一番ですけど。この舞台でサルサディオーネを破ったというのは非常に大きな自信になると思います。いかがですか？そうですね、実績のあるそういう馬たちを任せて、今日初重賞ということになりましたけれども、本当に名誉あることだと思いますし、これも馬が自信つけてくれると思うんで、これから本当に期待したいですね。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。そうですね、おかげさまで今日は勝つことができました。まだまだこの馬強くなっていくと思いますし、僕自身もまだまだうまくレースや馬に乗りたいっていう気持ちはたくさんあるので、本当に日々勉強しながら頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。笹川翼騎手にお話を伺いました。